エリー・ナイは、ドイツの女性ピアニスト。ベートーベン作品の解釈で名を馳せ、1940年に、ボン氏から、ベートーベン賞を授与された。デュッセルドルフ生まれだが、ボンで音楽好きの両親のもとに養育される。分けても、フランツ・ビュルナーと、イジドア・ザイスに支持するが、テオドール・レシェティツキーや、エミール・ホンザウアーからも訓導を受けた。ナイは早くも、 少女時代から反ユダヤ主義の洗礼を受け、自分のピアノ教師について、早速、芸術知らずだと言っている。このような嫌悪感は、年が経つにつれて深まっていき、人道主義的な倫理観は、神聖な人種であるゲルマン人にしか適用されないと、考えるようになった。1906年2月9日にウェルテミニョン社の自動再生ピアノに13曲を録音。これは、同社の数ある。 ピアノロールの中でも確かに最も古い部類に属する。1911年にオランダ人の指揮者、バイオリニストのビレムバン・ホーフストラーテンと結婚。一つ部首の娘エレオノーレ・ファン・ホーフストラーテンは、長じて舞台女優になった。1921年から米国に暮らし、ベートーベンとブラームスの専門家として名を挙げる。この頃に初めてレコード用の録音を行う。 この頃にシカゴ出身のポール・アレイズと再婚するが、この結婚生活も長続きしなかった。1930年に芸術的環境を変えるためにヨーロッパに戻る。1937年に国家社会主義ドイツ労働者等に入党し、同年アドルフ・ヒトラーより教授の称号を与えられ、またその他多くのナチスの御用団体にも新規会員として名を連ねた。 ポーランド総督府のご時世になると、ナイもクラクフに出張し、その地で総督府フィルハーモニーの設立を見届けている。こうした言動のことごとくが、戦後に彼女の対面を汚すことになり、名誉回復が叶った時には、やっと1952年になっていた。それから亡くなる数週間前まで、ナイは再び演奏活動に没頭することになる。 内は壮年を過ぎても極めて難度の高い技巧がかった華麗なピアノ曲を演奏したがその演奏は若手ピアニストに比べてもほとんど遜色ないものだった国内外の最大規模のコンサートホールでさえも集客し79歳から86歳まで精力的な演奏旅行を繰り広げた最晩年はほとんどのレパートリーを網羅したステレオ録音のレコードや テレビ撮影によって記録され、しかも数々の最高位の栄誉に恵まれた。ありがとうございます。